こんにちは、日本画家の近藤美恵子です。今回は岩絵の具で細部に色を入れていく様子をご紹介していきます。前回に引き続き、コツ書き、熊取り、地塗り、下塗り、上塗り、仕上げと続きものの動画になっています。岩絵の具は鉱物などを砕いて作った絵の具で、粒子のサイズはですね、細かいものから粗いものなど、いろんなタイプがあります。重ね方としては、細かいものから徐々に粗いものを重ねて層を作っていくと定着しやすいです。仕上げさんは銀箔を砂子にして装飾していきますので、よかったらそちらの方もご覧になってみてください。それではまた。